この祇園祭約300年の歴史を誇る祭りでございます。人を代表する夏を代表する祭りとして多くの市民の皆様に親しまれているわけでございます。2016年にユネスコ世界無形文化遺産に登録を受け、今本当に人の夏の自慢としてですね、皆さん方にもご協力いただいたいと思っております。今日はですね、ご来賓の中に同時にユネスコの無形文化遺産登録いただきました唐津曳山の総代にも見えていただきます。本当にありがとうございます。今年は本当に大きな災害もなくですね、本当に夏らしい夏が来たなと、本当に心からホッとしております。この勢いで、この北の祇園祭り盛り上げていきたいというふうに思っております。秋にはラグビーワールドカップ、この九州では福岡、熊本、そしてこの大分というところで3会場で開催されますけども、そのうち大分そして熊本の会場にこの北の祇園山が皆さん方の盛り上げるということでお伺いするということで、非常に盛り上がっているところでございます。週末土日が本番の祇園山でございます。皆さんと共にこの祭りを祝いながら、無病息災、そして災害のない元気な日差し、そして大きな祭りが成功するように記念いたしまして、皆さん方の健康、そして家坂を記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。続きまして北祇園山